We always get the plan A。はい、おはようございます。今日はまたあとちょっと画面が綺麗っていうかちょっと広角になったかなと失礼思うんですけど、前のパソコンじゃない携帯が iPhone XR だったんですけど、iPhone 14に変えました。はい、でなんで変えたかというと、もう変えざるを得ない状況でした。画面が勝手に動きます。ゴーストタッチ。はい、ということで今日はスカイアースラストのイベントですね。スカイアースのスクールに入っている子供たちと一緒にサッカーっていうか、まあ選手が監督になって、あやべシャワーの水が垂れてきた。選手が監督になって、監督になる子供たちので戦っていくっていうやつです。はい、なんでまあ多分今年ラストかな、子供たちとスカイアースに関わってくれてる子供たちと一緒にまあプレイしたり遊んだりするのは多分ラストだと思うんで、しっかり楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。はい、それでは向かっていきたいと思います。イエイ。ということなんですけど、ただ今もう携帯を新しく変えたことによって、ちょっと待ってください。これバウンドするんで携帯がやばくなるかもしれないです。うわ、凍ってるやん。ゆっくりゆっくりゆっくり変えて、携帯がわ、ワーゲンのこれかわいいな。将来奥さんとかに乗ってほしいやつ。はい、ということで向かってるんですけど、携帯変えたことによってスカイアースのグループラインがあるんですけど、そこに詳細が全部載ってるんですよね。それがね、前儀へということで、なんとなくわかります、その場所は。まあ、帯広の森っていう、まあ、いろんなスポーツできる場所の体育館でやるっていうのは分かってるんですけど、髪茶色いな、これ。これ地毛です。髪まだ人生一回も染めたことありません。うわ、雪めっちゃ山積もってる。情報量多い今日。なんですけど、着いてからの場所がわからない。そして集合時間まであと27分、まあ多分だいたい車で着くのは10分後ぐらいなんでまあギリ行けるか、ギリ行けるか。はい、てか昨日ここで事故しててここ通れなかったんだよ。はい、ということでまあ早速向かってゴーという、じゃあちょっと着いてからね、まあ子供たちとまあ触れ合ってるところとか映せれたらいいなと思ってます。で今日は僕監督なんで、森保さんみたいな感じで行きたいと思います。まあ僕のチーム 全勝ちできるように。あの、ね、俺結構意外に監督センスあると思うんだよな。サッカー頭は別にそんないいわけじゃないですけど、はい、僕結構情熱系で、いや情熱系ではない、多分クールだな、カリスマ性タイプだな俺は。監督になると選手の時は結構情熱系でやってるんですけど、監督になると結構カリスマ性だけど、普段指示出すときはもうちょいそこ行こうとか言ってるかもしれないけど、でも点入ったらうわーってなるタイプ俺は多分ね。てか忘れ物ないか怖い、これあるあるですね。はい、ということで向かってこう、ライズゴー。ザッスチームもしたくない俺。ザッスザッス、運営責任者です。本当に？資料です。YouTube から。面積にして。あ、これダメなやつだ。あ、これダメだよ。これもダメ。朝。時間だった。本当にらしく起きなかった。本当に起きなかった。じゃあ起きたね。今見えにくいんですけど、こういう感じで今なんかやってますね。やめって僕らしたら寝てるから多いし。ではまずルール説明をしたいと思いますので、はい、まず試合は4分半して1分休憩4分。Thank you.
督の指示に従ってウォーミングアップいきましょう。お願いします。こんにちは。とうとう帯広も雪の季節になっちゃいましたね。はい、今日多分例年より早い感じがしますけど。本当ですか。けどやっぱこの季節って俺やっぱ恋したくなっちゃう。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。より俺はこら雪なんだよね。いいですか。今日はやっぱり子供たちに夢と希望を与えられて、はい、こんな雪も降っちゃって、はい、なんか心が、はい、健やかな感じです。はい、お願いします。お願いします。すっごい出てきたんですけど、画質よ。